こんにちは、まぼです。はい。今回はちょっと風景が違うんですけども、実家に来ています。ちょっとライティングもあまりなくて暗くて申し訳ないんですけれど、とゆるいトークをしていきたいなって思います。今回のトークのお供はこちらです。じゃん。かごめさん野菜生活から出ているグリーンスムージーです。16種類の野菜と4種類のフルーツが入っているようですね。で、ちょっとコップに入れたいと思います。どうでしょう。おー、結構緑な感じですね。ちょっといただいてみます。いただきます。とろっとした感じっていうんですかね。うん。うん。とろっとした感じはあるんですけど、すごく飲みやすくて美味しいです。もう一種類味があったんですけれども、私はコンビニで購入したので、よかったら皆さんもぜひチェックしてみてください。ですね、今回のトークテーマとして、いろいろ質問だったり、ご相談系のご意見をまたいただいてたんですが、3月で卒業シーズンで、次4月になり、新生活が始まるっていうことにあたって、なんか、トークしてくださいと言われたので、なりのゆるい感じでトークをしていこうかなって思います。で、4月になったら、新しい進路に向かわれたりとか、新卒で、お仕事される方とかもいらっしゃると思うんですけど、うちの会社はなんか新卒はそこまでたくさん取らないみたいなんですけれども、はい、私の動画を見てくださってる方は結構年齢が様々なんですけども、私がね、新入社員の時のことを思い出すと、すごいゾッとするんですけれども、私は今転職して2社目で働いてるので、新卒で働いてる場所ではないんですけど、私が新卒の頃は、本当にもう右も左もわからず、先輩の真似をしたりとか、そう、先輩とか上司にいろいろと言われました。まあね、新しい環境で、新たな生活をするって大変だと思うんですけど、お仕事の分野によって全然いろいろやることって違うと思うんですけど、3月中にいろいろ準備しといた方が良かったなって今思っててそう、今更思ってても遅いよって思うんですけど、になると急に仕事が始まって社会人の一員としてポンって入らなきゃいけないから、1年目ってもう本当にどんな人でも仕事はまだね、できないと思うから、まずは笑顔だったりとか挨拶とか、まあ、コミュニケーション能力だったり頑張っていったらいいんじゃないかなって思います。大変でしたね。はい。で、1社目の時は私すごい今より残業とかすごくて、今みたいにこうか動画を撮影したり編集したりとか自分の時間がなかったんですけど、それぐらい一社目の時は大変だったんですけど、まあいろいろ不安なことあると思うんですけど、頑張ってたら先輩とか上司とかはちゃんと見ていると思うので、はい、皆さん頑張ってください。そうですね、受験とか合格されて、また春からね、次の進路に入学される方だったりと思うんですけど、そう、まあ学校生活とかもね、お友達ができるかなとか、いろんな不安があると思うんですけど、なんか私の経験ですと、結局自分と似たような人が自分の周りに集まってくるんじゃないかなって思うんです。意外と話してみると、あ、この人面白い人だとか、楽しい人だってわかるので、積極的に話したりするといいんじゃないかなって思います。新卒とか、そういう、年齢からちょっとかけ離れてるので、アドバイスにはならなかったかもしれないんですけど、新しいところに行くのは緊張すると思うので、はい、3月、そして4月に入って、新生活皆さん頑張ってくださったら、また後輩とかができてくると思うので、そして、まあ年齢的にもだんだんこう先輩という位置づけになってきたので、はい、後輩とかお若い人にアドバイスできるように頑張りたいなって思います。はい。結構またトークの動画のリクエストも増えてきたので、少しずつまた動画をアップしていけたらいいなと思っています。今回はこんな感じで動画を終わらせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。画質がね、とても悪くて申し訳ございませんでした。はい。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。